皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和真と申します。本日ですね、海外のイノベーティブな商品を前半にご紹介させていただきまして、後半のニュースのセクションではですね、今カナダのトロント、この街がですね、ネクストシリコンバレーと言われるほどですね、今テック業界がですね非常に盛んになってきておりますので、本日はね、そのことについてですね、ちょっとご紹介させていただこうと思います。本日の内容にご興味があった方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今皆さんが画面に見ているのはですね、キックスターターの商品でございまして、今回ですね、見ているのはですね、ポーラボーチェスセットなんですね。チェスっていうのはね、まあ、日本人では、まあ、あまりちょっとまだ馴染みのない方も多いかもしれないんですけども、日本でいう、まあ、将棋みたいなもんですよね。で、まあ、これがね、今回今約1762万円集まっていて、1733人のバッカー、残り30日の残しております。で、まあ、こういう感じでね、ポイントとしては場所を取るじゃないですか。でもそれをこうやってこう重ねるような形で駒を広げていきながら、でこういう筒のようなものに入るんですね。だからこんだけちっちゃくなるんですよ、この駒がですね。でこの筒に入れてカバンの横とかにポイって入れるので、本当にまあポータブルで、まあ、友人とかとチェスを楽しめたりすることができるとね、まあ、公園だったりとか家だったり、まあまあ、トレイン、電車の中だったりとか、まあ、電車っていうのは多分ね、結構長距離のアムトラックみたいなのも多分行ってると思うんですけども、あとはそういう裏庭とか、まあ、そういうところでもどこでも楽しめますよっていうのがですね言っております。 Easy to store、 保管場所もそんな場所取りませんよと、まあ、こういった形で筒状になっていて、チェスが入っているという感じですね。で色もなんかこういろいろいくつか、シルバーとかいろいろあるみたいですね。実際にねちょっとどんな、動画で見てみたいと思います。こういうふうにね、こういう筒状からこう、まあ、駒が出てくると。まあ、非常に分かりやすくていいですよね。まあ、どこでもできると。公園でもできるし、家でもできるしと。まあパーティーとかね、ホワイトとかでももちろんできますし、まあ非常にどこでもできるよっていうのがですね、今回の、ポイントになります。はい、まあ、こういったねボードゲームとかそういう、まあ、ゲーム系っていうのもね、一つ趣味でお金を使ってもいいよっていう、ああいうイノベーターの人たちですね好き好む、カテゴリーではございます。でまあ、日本の市場でもですね、まあ、こういったちょっと種類は違うんですけども、まあ、こういうちょっとボードゲーム系とかですね、そういうのも、まあ、もちろん当たったり落ちたりとかっていうのもありますけども、まあ、こういって、まあ、そうですね、いろいろとあります。なので非常にこういったね一つのボードゲームとかもですね、例えばオセロとかね、周りないですかね。はい、まあそんな感じでですね、まあいろいろボードゲームもありますので、そういったのも一つカテゴリーとして見ておいてください。海外ではですね結構ボードゲームというのは結構ですね、流行ったりとかしてますので、まあ、そういうのでですね日本の方もですね、一つゲームっていうのも、カテゴリーと覚えておいてください。そうですね、じゃあですね、本日のニュースを見たいと思います。Toronto is emerging as a tech superpower as immigrants choose Canada over the US. 移民というのがですね、まあ、多分トランプ政権でね、トランプを嫌う人って多いんですよね、海外の人。しかも、今トランプ政権の方が移民を排除だというふうに、そういう移民に対してあまりウェルカムでないっていう実態もあるんですけども、今多くの有能な人たちっていうのが US ではなくてカナダにね、移民してるんですね。そういった人はどこに集まっているかというとトロントなんですよ。
Many people in the tech industry are choosing to move to Canada over the US because of the US strict immigration law. Since 2013, Toronto has added more tech jobs than any other place in North America, including Silicon Valley. 20% of Canada's overall workforce are immigrants, and in the tech space, that number is even higher, 40%.これちょっとすごく驚きの事実なんですけども、今結局さっきも言いましたけど、そのアメリカの、移民の法律というのがすごい厳しくなってきてますから、多くの人たちってね、アメリカよりもカナダに、移民をしていると。で、2013年からですね、多くの仕事がテック、ね、IT の仕事がですね、トロントに増やされているんですけども、まあ、北米、そしてシリコンバレーを含んでも最も仕事の数が増えているのがトロントなんですね。すごいですね、これね。2013年以降、シリコンバレーよりもより多くのテックの仕事がトロントに集まってきているっていうのがですね、一つ注目になります。25% のカナダの労働人っていうのはですね、移民なんですけども、まあ、その中でテック産業が占めているというのはもう 40% というかなりのウェイトをテック産業が占めているということになります。Silicon Valley's reputation as a world-leading tech hub could be in jeopardy because of the United States immigration law. まあ今ね、テック業界において世界のね、テックのハブと言われていたメッカであるシリコンバレーが今危機に陥っていると。まあなぜかというと、このアメリカのトランプ政権による厳しい移民の法律によって人が集まらなくなってきてるんですね。The tens of thousands of immigrants tech workers have flocked to the Toronto in the past few years.Making the fastest growing tech hub in North America. 今北米で最も早くですね、テックハブとして、進んでいる、まあ、トロントに今人が集まってきていると。Many of them are deliberately avoiding the US as the Trump administration clamped down the immigration. まあそうですね、まさに私が言ったように、このトランプ政権がですね、移民を本当に引退して取り締まっているため、移民の人たちというのは US を下げていると。In June, President Donald Trump temporarily suspended visas known as H-1B1 visa, which are awarded to the thousands of skilled immigrant workers in each year. トランプ氏はですね、6月に、アメリカの H-1B ビザといいまして、要は有能な、技術職の人たちを受け入れるビザっていうのをですね、一時的にサスペンドしたんですよ。取りやめにしちゃったんですね。なのでもう今アメリカに来れないんですよね。その Google とかそういう Amazon とかそういうところで働きたいという有用な人たちもアメリカに来ることができない。であればもうカナダに行こうというのが今選択肢になっているんですね。はい。なので、まあ、このようにですね、今ちょっとこう、トロントが非常に力をつけてますし、まあ今一番カナダで有名な e コマースの企業でいうとやっぱ Shopify だと思うんですけど、Shopify っていうのはですね、オタワっていうところにですね、拠点を置くんですけども、当然トロントにも、ベースを置いております。なので、本当に今非常にカナダのですね、テック業界が強くなってきているようなですね、皆さん一つ頭に入れておくといいと思います。今シリコンバレーからトロントに、テックの人の波が動いているという状況がですね、このトランプ政権による厳しい移民規制によって今実現し始めていると。これはね、一つ、覚えておくといいと思います。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からご登録ください。また日々稼ぐノウハウについてですね、メールマガの方も配信していますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.